シンテルとは、ブレンダーファンデーションのブレンダーインスティチュートが制作した短編のコンピューターアニメーション映画である。タイトルになっている、オランダ語のシンテルは、燃え柄、燃えさしを意味する。トン、ローセンダールはブログでこう述べている。シンテルは墨、もしくは金属のかけらであり、燃えて光り輝き、最後は灰になる。ブレンダーファンデーションが過去に制作した映画、エレファンツドリーム。 ビッグバックバニーと同様、制作には自身が開発したフリーソフトウェアのブレンダーが使用されている。2009年5月に制作が開始。2010年9月27日に開催されたオランダ映画祭で初めて上映され、同月30日にダウンロード配信された。シンテルという名の少女がスケールズという名の子供ドラゴンを探す話である。シンテルは 翼の傷ついたスケールズを見つけ、手当てをした。翼が治り、飛べるようになったスケールズだったが、ある日巨大なドラゴンにさらわれてしまう。2009年10月25日に一部シーンが、2010年5月13日に予告編が、そして同年7月19日に、ほぼ完成したバージョンが、プレプルミエールとして公開される。同年9月27日に、 オランダ映画祭にて完成版が上映され、同月30日にインターネット公開された。この映画は、エレファンツ・ドリーム、ビッグ・バック・バニー、そして、ヨ・フランキーに続く、ブレンダー・ファンデーション制作作品の4作目であり、ブレンダー・ファンデーションにおける、オープンコンテントの映画やゲームの制作を進めるための部門である、ブレンダー・インスティチュートによって制作された。 制作資金は、ブレンダーファンデーションが、ブレンダーのコミュニティによる、寄付、DVD の前売り、商業スポンサーといった手段で集めた。映画自体はもちろんキャラクターやテクスチャー、アニメーションデータといった制作データは、クリエイティブコモンズ貴族ライセンスでリリースされている。過去のブレンダーオープンムービープロジェクトのように、ブレンダーの開発者は、映画制作チームの需要に合わせて、 広範囲にわたってソフトウェアの改良を手掛けた。ユーザーインターフェースやパーティクルシステム、スカルプティング、シェーディング、レンダーパイプライン、コンストレント、煙のシミュレーションが改良され、ブレンダー V2.50α から 2.54β の範囲で公開された。メディアを再生するシンテル。ありがとうございます。